日本人吃一顿饭真的是太尴尬了。马上8月份就要回国跟马青结婚了，我们准备把这个事情跟他外公外婆说一下，于是我们就约了一家饭店吃饭。你喜欢？家人们，店里的客人怎么都是老年人？这排了半天的队，终于轮到我们了。这一上桌啊，马青就要求我把鞋脱了。这难道就是正宗的日式料理吗？今天4:00多，走了一天的路，这一脱鞋还有点尴尬。我也不知道吃啥，就随便指了一个，然后大家就在一起聊天，等待上菜。马琴给他外公婆看了求婚戒指。马琴告诉他家人说要跟我结婚了，还说将来可能要去中国生活。马琴外公婆听完之后呢，也没有反对，很贴心的跟我们说要准备些什么材料结婚，然后呢就开始上菜了。马琴点了一碗乌冬面，然后还有天妇罗，我点了一个这个乌冬面寿司，还有天妇罗，还有一个这个蒸蛋。说实在的，这顿饭吃的多少带点味。这两天在日本丈母娘家生活，我发现他们做饭居然连一滴油都不放，因为马上就要跟麻生结婚了，趁还在日本这段时间里，麻生想多陪陪母亲，这段时间就搬到了丈母娘家这边住了。今天晚上呢，他俩说要给我做点日本的家庭料理，说着呢，麻生就拿出来了3块豆腐，他母女俩商量了好一份，说3块1点多，吃2块就行了。我看这麻生咔咔挤了下去，把豆腐1分为2，一人就分到了4块豆腐，接着打开了一盒辣豆，搅拌均匀，倒在这个豆腐上，撒上点木屑，淋上酱油，这一道菜就做好了。那么多来了吗？这是啥菜啊，家人们。接着他母亲拿出来了一把菠菜，放在水里焯了焯水，接着拿出焯好的菠菜沥干水分，切成小段，装到小碗里，一人分到了1/5，剩下的菠菜拿了一个白色的塑料盒装起来，他说留着下次再吃。切好的菠菜撒上酱油，淋上芝麻，就算是完成了。我发现他们做饭真的是连一滴油都不放啊。接着他母亲又拿出来了一颗包菜，我寻思着这个包菜应该要放点油来炒了吧，但是令我万万没想到的是，他就拿出来了几片，剩下的包菜用了保鲜膜包起来，他说这样子放到冷冻里面可以保存半个月以上，剩下的包菜被撕成了小片，放在容器里面撒上盐和一些昆布，这一道菜就完成了。家人们，怎么全是凉菜？那快就拜堂里那一家。我以为今天晚上就只吃这些了，马上跟我说还有道主食没做。说吧，原来他说的这个说法就是面条，我寻思这个面条应该是热着了吧，没想到他母亲硬是把这个面条做成了凉面。哎，我真是服了，这顿饭不光是连一滴油都没有，连一道热菜都没有。おいしい？对呀对呀。哦，よかったでした。我们真的在这里跟你母亲生活一周吗？どうしたの？キュンキュンも連れてきた。嘘？本当に？今日私どこで寝るの？お母さんちょっと案内してるか。部屋。そしたらちょっと一応ねお部屋を案内します。ここはねお姉ちゃんの部屋だから、ここは絶対開けないでください。バチェの感じ。でねこっちの部屋は、今日はねお母さんここで寝ようと思ってるから、ここもダメ。で寝るのはこっちかな？でここ。ここで二人で寝る？うん。他人寝ていいの？え、いいしょ。いいよ。寝て寝て。うん。中国だったらちょっとダメだけど。え、なんでなんで？そうなの？私寝たじゃん。一緒に。いいよいいよ。ここで布団ここにね並べて。ここしかないから。他们日本人都是住这种小房子，然后呢，在这个榻榻米上铺个床垫就睡觉，感觉。不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫，我们请来看看日本的这个物价，这一盒草莓30块，这4个橘子18块，这5个苹果43块，这一盒切好的西瓜25块，这一小颗西兰花15块，这一根萝卜也是15块，这一根大葱7块钱，这一颗小包菜15块，这个1/3的小白菜10块钱，这个569克的肉60块钱，这边是鸡蛋便宜点的，这一盒10个15块钱，这一盒这个牛奶差不多也是15块钱。现在去市区看看。明天第一次见马琴姐姐，给她买个礼物。这次のトリュフ6粒入りですね。賞味期限10月18日でございます。袋で1枚分いただきまして、税込5433円で。これ赤道で使います。回家了。
日本女友突然给我准备惊喜。今天是マッチンだ惊喜。啊，那你那那惊喜。今日夜ご飯食べに行くから、いい格好していこう。今日夜ご飯。うん。何食べるの？食べに行くから。カニ。カニじゃないけど。おー、ちょっと。着替えるよ。予約したの？予約した。だから、うん。これからジャンちゃんと記念日のご飯食べてきます。はい。行きます。行ってきます。あそこです。綺麗ですか？うん。很感谢马琴每次都会给我惊喜，一起的每一天都是幸福。马琴，嗯，你能不能说一句那个柯南里面最经典的一句话？真実はいつも一つ。那个哆啦 A 梦呢？僕哆啦 A 梦です。那个，新讲，嗯，哦，好了，露哈了，新之助だぞ。One Piece 哦 ，One Piece。One Piece。嗯。海賊王に俺はなる。那你说一下这个。长城炮。你说这个，过来吧。长城炮。长城炮，砰！长城砰！哎妈，请去你母亲家买个西瓜过去吧。买这个大的，但是太小了，几岁哟？大丈夫だ。一个西瓜150。おお。小さい。わあ、初めて今年。うわ、美味しそう。高い。ありがとうシェシェイ。上手切るの。来ました。美味しそう。まだあと1個のニョニョでしょ。終わる。今天做了两个菜。味付けてるのは最後？これが感じがいいか。美味しい。じゃじゃ。うん。追加食べる。食べるの。わあ、美味しそう。気付けてよ。うん。ほら、美味しそう。どっちおじいおばあちゃんあげる？どっちでも。後で届けに行くか。うん。2個か。誰か3個。1人2個なの？これ何すんの？これ2人では。分けよう。持って帰る。1つ持って帰る。3日とか明後日とかにあげる。ちょっと待って。どうも。これ、あ、なんか、すいません。はい、いいよ。うん、はい、はい。どうも。すごい美味しかったよ。そうだろうな、これ。じゃあ、ちょっと、バイバイ。食べよう、食べよう、食べよう。いただきまーす。え？すごい。めっちゃ美味しい。甘い？うん。うん。美味しい。おー。食べな、ちゃんちゃん。はいはい、食べる。